どうもこんにちは、今回はですね珍しいんですがコストコに行ってきました。で我々のようなですねキャンプをする人間にとって何かいいものがないかなと思って見に行ったんですけども、今回選んだのはねこちらのヘッドライトでした。こちらがですね値段がね1800円ぐらいなんですよ。1800円ぐらいなんだけど3個入ってます。3個入ってて最大で575ルーメンなのかな。で LED は3つついてると。でこちらに関してはですねサンプルが店頭に飾ってありました。で、店頭でですねそのサンプルを触ってみて実際ライトをつけてあこれならいいなと納得できたので、今回これを購入してます。まあ、一番残念なのはここでしょうね。電池っていうところ、まあ、電池がいいのか充電式がいいのかっていうのはね人それぞれだと思うんですが、まあ、これはですね電池式となってます。ちょっとですねパッケージがこれ英語なんで、僕英語強くないんであれなんですけども、まあ、なんとなく読んでみると、575ルーメン、まあ、マックスの明るさの場合ですかね。その場合は2時間使えると。で明かりが届く範囲は 60m なのかな。で IPX8、防水性能は高そうです。他どうだろう、180ルーメンであれば5時間、400ルーメンであれば 2.5 時間か。この 1m っていうのはどうだろう、 1m から落としても大丈夫ってことなのかな。まあ、この6パターンがライトとしては選べるということになってるんですが、まあ、とりあえずねこれを開けてみようと思います。はい、で開けるとこんな感じなんですがちょっと汚いのはね申し訳ないんですが、説明書が入ってます。どうやら日本語説明書が入ってるのかな。で、1個2個3個と。でちょっと開けてみますよ。開けてみると結構ねちゃんとしてますよね。これ、3個で1800円ぐらいなんですけど、ということは1個600円ぐらいなんですよね。600円ぐらいにしては結構ちゃんとしてるんじゃないかな。で明るさもね、そこで見た限りは結構明るそうだったんですよね。店の中でも結構明るかったんで、まあこれはありかもしれないなと思って買ってきました。さあとりあえずは説明書というかねこんな感じで、組み立て方が、書いてあります。これですね、これが本体なんですがここの後ろをこうパカッと開いて電池もここから入れるのかな。これを外すと電池が入れられるようになってます。はい、じゃあここでですねここに、入れていきます。この頭につける用のベルトを入れていくんですがこれを外しますと、外すというか、開きます。開いてここですね、ここの中に入れる、で入れる、入れる、こういうふうにベルトをつける仕組みになってます。取り付け方はこれだけです。でこれ自体もねそんなに重たいもんじゃないのでまあ結構頭につけてても違和感ないのかなと思います。で次が電池なんだけど、電池はこう外してここか、ここの中に入れるようになってますね。まあ、どれぐらい電池が持つものかはわからないですけども、まあ、電池が最初からついてるっていうのはねいいですよね。さあ入りました。これでカチッとなれば OK と。でスイッチはここにありますね、なんか電源ボタンみたいなやつと明るさ調節ボタンかな。説明書がねこれまた結構簡易的なんですよね。簡易的なんだけど、あやっぱ左のボタンが調光ってなってますね。調光、長押しすると調光か。まあ、正直言ってね説明書これだけなんですよ。こっちからこっちはもう全部英語です。まあ、こんな感じなので、さそれではね早速つけてみましょうか。こっちが電源ボタン、はい、これ分かる、結構ちょっと熱持つのかな、あったかい。で、これがやっぱり1回押すごとにこのモードが変わっていきますね。
今下のところだけついてます。でこの下のところのライトは LED なんだけどちょっとね電球色っぽい感じがしますね。で、この真ん中これはもうバリバリ LED って感じです。ほんと眩しいやつで、これ赤ですね。そこまでね明るいんだけど、周りにそこまで届きづらいと思うので、まあ、結構使えるんじゃないかな。で SOS モード、まあこれはいらないかな。で、次が青ですね。青も結構いいんじゃないですかね。そこまで明るくなくていいから、ちょっとした明かりで使いたいっていう時はこれいいんじゃないでしょうか。でこのモードボタンはね2秒間長押しすると調光できるって書いてあったんでちょっと試してみます。あ、本当だ、調光できますね。あ、そうか、だったら調光できてる。だったらこれ結構使い道あるんじゃないかな。だいぶ明るすぎないっていうか、これは調光できないのか。なるほど。ただ、調光したのを覚えてはくれないようですね。これぐらいにしましょうか。これぐらいならいいんだけど、あ、覚えてる？うん、一周回っちゃうとやっぱダメみたいですね。これで記憶してくれてればすごく良かったんだけど、まあでもね600円でこれだったら全然良くないですか。まあ、家の中でねこうやって見てもあんまり分かりづらいかもしれないので、せっかくこれ数があるので、僕とですねたこ焼きくん、2人でねちょっと使ってみたいなと思います。はい、外に来ました。たこ焼きくんです。ちょっと一回説明するよ。でそしたらボタンが2つあるやろ。これある。そうで普通はこうやってなっとるね。うん、なっとる。こうなっとる。でこれ、こっちのボタンが電源を入れる。うん、でこっちが色を変えたりする。おで色を変えるところをずっと2秒ぐらい押したら明るさが変わる。うん、じゃあやってみていい？いいよ、一回ちょっと試してもらう。まず電源を入れます。そうそうそう。お、めちゃくちゃつくやん。で、これを、そう、右側のところを押すと、なんか少し変わっていくやろ？なんか少しなんか四角になった気がするねえ。あんまりこれ直接見る方がいいんだけど、一応音とライトがつくと。でもう一回押してごらん。ここ？そう、さあ変わったね。お、こっちも変わる。でまたやってみて。いいよ。赤に変わる。赤はあまり遠くまで行かんけど近くだったら明るい。でもう一回押してごらん。それは助けてっていう時もないと。で行くよ。もう一回押すよ。お、そう、青も結構明るいかなって感じ。あ、これで行ってみようか。服が青。ん？服が青ちょっとホラーっぽいかな。さあ、じゃあこれでちょっと行ってみようかね。じゃあこの青色だったら、うん、もう一度押していい？いいよ。治った。そうで明るすぎたらダメ。まあダメってことはないんだけど、明るすぎたら色を変えるボタンがあったろ、うん、これを長く押す。ずっと押す。なんか少し変わってきた。ほらちょっと暗くなったやろ、うん、っていう風に変えたりできるけ。けどさっきの最大の方、最大の方がいいとなったら何回もこう、これちょっとでも明るすぎるかな。どうやろう、これくらい、これくらいいってみる。よし、いいよ、頭に。さあじゃあ行きますか。ちょっとこの辺明るいけば分かりづらいね。もうちょっと暗いところ行ってみようか。あっちは、あっちの方行ってみよう。まあ、明るさを変えたりもできるから。明るいよね、だいぶ、うん、あ、元から明るいのもある。この辺がね、うん、でも地面とかめっちゃよく見える、うん、遠くから見てもまだ暗いの。近づいたらね、ちょっとあえて暗いとこ行ってみる。あ、いいじゃん、ね、こっちこっち行ってみようか。こっち
一回ちょっと変えてみるね。これ一番明るいやつかな。一番明るいの。すごいねこれ。600円よ。え、こんなあるので600円。そう。え、めちゃめちゃいいねこれ。なんかムカデおるよ。そう。うわ、怖い。逃げよう。逃げよう、ムカデ。明るい系ムカデもわかるね。うん。うん、この青も全然いいな。これが赤いやつ。赤でも結構見えるね。見える。青も結構ちょっと下しゃがんのかな。なんか紫色。ねえ、これぐらいのそんなに明るくないときはこれでも十分かな。うん。おお、めっちゃ明るい。あ、これくらい。いいね。これ白色？それ白、白色じゃね。すっごい明るい。一番いいね。白が一番気に入った？うん。これは明るいよね、ほんま。なんかいつの間にか気になるもんね。普通に見えるもんな。もう濃い撮っちゃうかな。濃い？うん。濃い撮ってる。ああ、そうかもね。おお、びっくりした。何これ。びっくりしたね。光ってる。何これ。めっちゃびっくりするじゃん。戻った方がいいかな。ちょっと戻ろうか。一回。もうこれ閉まれてよって合図だね。いや、あのね、多分ね、うん、川に水を流しますよって合図かな。めちゃくちゃ怖いじゃん。びっくりしたね今。父ちゃんもびっくりしたわ。心臓止まりそうだった。心臓めちゃくちゃドックになった。ドックドックなってる。やばい。あの多分ね、台風があったろう、うん。台風で水が増えてしまったけ、うん、だと思う。出てみておなかすん。そうそう。何か出す。脱走何？なんて言うんかね。脱元？脱元。うん、まあ戻った方がいいかなこれは。まず明るさをチェックします。これ全開。一番暗いやつ。これが電球色っぽいやつで、暗くします。一番暗いやつで、これが真っ白、中心の LED ですね。これを暗くします。うん。木までの距離はだいたい2メートル弱って感じなんですが、まあ、こんだけ明るければね、全く問題ないでしょう。さあ行こうか。水とか見えるかな。あ、水も全然見えるね。もう声が悪くなったんじゃない。水これ、下まで多分5メートル6メートルぐらいあります。でも全然照らせてる。でこのライトはいいところはここね、うん、こうやってやるとちゃんと角度が変わる。あ、ちけなんだろう、ちょっと下を向けることもできるし、すごく前を向くこともできるし、実用性も高いね、うん、よし。けど普通に車のライトの方が、まあ車のライトの方が明るいけどね、うん、そうそう、よし、いいじゃん、うん、
ということで、なんかが脱走したとはなんか聞き取れた。よしじゃあ行きますか、うん、よしありがとう。はい、ということでですね、暗い中で、この LED ライト、ヘッドライトですね、こちらの性能を試してきました。まあ、ご覧いただいたようにですね、十分実用性に耐える明るさじゃないかなと思います。で、この手のライトっていうのはですね、明るければ明るいほどいいっていうわけでもなくて、明るすぎるとですね、例えばキャンプ場とかで結構使いづらかったりとかするんですけども、なんとですね、調光機能までついているので、まあ、その場その場に合ったですね、明るさで使うことができると思います。この製品はですね、3個セットなんですが、この値段だったらですね、もう絶対欲しいぐらいのレベルで僕は買いだと思います。この製品に関してはですね、ネットで調べたりとかしてると、かなりですね、転売してる人を多く見かけました。ですので、まあできればですね、コストコに実際に行って、安い値段で、正規の値段で買われるのがいいのかなと思います。コストコに行った際はですね、ぜひこのヘッドライトチェックしてみてはいかがでしょうか。それでは